おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、2階からお送りしてるんですけども、まあ速稼塾、そうですね、ドリームアカデミアのようにコンテンツビジネスガリガリやるってことはないですね。私はね、私目的がですね、もう自分の暮らしが楽になったらもうそれでいいわけなんですよ。で、割と今そうなってますんで、あとは余剰資金をどんどん増やしていくためにそのフェーズに入ってますよね。稼ぐから増やすのフェーズに入ってきます。まあ、ですんで、もう毎日のようにそのセミナーやったりとかね、毎週のように企画を出したりとかっていうこと、そういう時期は過ぎまして、そこで生まれた余剰資金をもうすでに顧客が存在しないマーケットに私は向かってますね。まあ、それが投資の世界だと思います。まあ、軽くモデルにしてるのが与沢翼みたいな形ですよね。与沢翼さんは、まあ、資金がなくなったところから投資の方に行きましたけども、ちょっと踏襲してるのがビジネスで影響力をつけて、その後そこで生まれた力なり余剰資金っていうのを投資の世界にぶち込んでいくって感じですよね。で、またね、お金すっからかになったら、またコンテンツビジネス戻れば、多分私のペースでできる人はなかなかいないと思いますし、私もね、その億万長者をずっとね、このシリーズやってますけども、10億円20億円目指してるわけじゃなくて、本当にね、3年で1億ってペース1回つかめたらそんなに怖くないですよ。だから年間1000万とか鼻くそレベルですよ、もうこうなったら。で、月間で200万300万とか、今でも多分ね、5月キャンペーンとかやったら多分作れると思いますんで、まあ、やらないだけですけどね。まあでも筋トレは必要だと思うんですよ。いきなりじゃあ腕立て100回やってみろって言って、普段やってないとできないですからね。だから私はそのコンテンツを作り続けて、それから影響力を作り続けるっていうのはこれからも続くと思います。で、今日もですね、昨日もですね、速稼塾の申し込みあるんですよ。だから毎日、またね、まあ、毎日といったら言い過ぎかな、3日空けずとして速稼塾は売れてるんですよ、ね、これ結構すごくないですか。セールスほとんどないんですよ。こんな感じで動画のやり取りしてるだけで速稼塾売れるわけですよ。でも多くの方は一生懸命セールスしても、なかなかね、1000円2000円5000円1万っていうのを売るの苦慮してると思うんですよね。そういう意味ではもう私の中にビジネスっていうのが染み付いていて、多分何をやってももうセールスになるんじゃないかなと思いますし、それから FX の相場解説していても、もう私 FX の教材がね、初級編と中級編あるわけですから、これいつでも売れますからね。これセールス、またお盆とかにやってもいいと思いますし、年末やってもいいのかなと思います。で、暗号通貨ももう実績しかないんですよね。暗号通貨はね、リップルでもきちんと利確して、まとまった金額出してますし、今度イーサリアムももうね、なんか陰謀でもない限りもう巨額利益でエグジットできると思うんですよ。で、最後にビットコインですよね。ビットコインもこれからどん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 含み益を増していって、どうしようもないぐらい利益出してるんですよね。で、感覚としてはイーサリアムとリップルで1億円、ビットコインで1億円、で ADA で2億円で、これでまあね、そこそこの数億円が10億円までいかないですけどできるのかなと思いますし、その間に並行してるビジネスがやっぱりね、1億とか作ってくれると思いますので、このペースでやっても、まあ、10億はいかないですけども、7、8億っていうのはもう、ね、コンプリートするんじゃないかなと思うんですよ。要するに私が生涯をたって使う金額の全てがこの40代という10年で出来上がるんじゃないかなと思いますよね。40代までに作った借金も全部完済しましたしね。それが40代以降で払うべきキャッシュっていうのも、特に家のローンとかも完済してますしね。車なんて買っても1年とか2年で、まあ経費の関係があるんでわざと2年とかにしますけども、車なんて一発で買えるわけですよね、今ね。だからローンっていう感覚も借金っていう感覚もなくなってきて、本当にコンテンツビジネスすごいなと思います。吉田さんは心配しなくても、私ドリームアカデミアを多分ね、応援する方に向かうと思いますよ。今でも応援してますけども、ことさらに速稼塾の方がいいよっていうね、つもりはないですし、それはドリームアカデミアもね、ものすごく良い人できると思いますし、その時はね、ドリアカを売るためのなんかやれればいいなと思います。ドリアカをステップアップ、その踏み台にして、私は今こうなりましたみたいなね、真の億万長者合宿ですよね。これをなんかね、どっかシンガポールかどっかでやりたいですね。いってらっしゃい。